まずはじめに紹介するのは、ショーマゼラン銀河にある星形成領域です。三回星団、NGC602 と、それを取り巻く星雲、N90 が映っています。ショーマゼラン銀河は、私たちが住む天の川銀河の周りを回っています。そのように、大きな銀河の周りを回る、比較的小さな銀河のことを、衛星銀河と言います。ショーマゼラン銀河は、大マゼラン銀河などとともに、天の川銀河の衛星銀河の一つです。地球から約20万光年の距離にあります。画像に映るこの領域には、中央に高温の若い星々があります。それらの星からの紫外線などの放射により、星雲が内側から侵食され、星団の周りに空洞ができています。空洞の端の部分には、ガスと塵からなる柱のような構造が形成されています。それらは、ガスや塵の密度の高い領域が、侵食に耐えて残った部分です。この画像は、地球から6500光年の距離にある、和紙星雲の中心部を撮影したものです。ガスと塵からなる、非常に長い、柱のような構造が映し出されています。高さは 9.5 光年にも及びます。1光年は秒速30万 km の光が1年間かかって進む距離です。太陽から隣の恒星までの距離が 4.3 光年ほどですから、画像に映るこの構造の高さはその2倍以上にもなります。このような柱状の構造は質量の大きな星からの紫外線などによってガスと塵の雲が侵食されて形成されます。周りより密度の高い領域が侵食に耐えて残るのです。質量の大きな星からの光は柱状の構造の表面の凹凸を照らす役割も果たしています。また、加熱されて高温になったガスが柱状の構造の表面から霞のように湧き立っているのも映っています。こちらは干潟星雲とも呼ばれるメシエ8の中心部を捉えた画像です。干潟星雲は地球から8000光年離れたところにあります。画像の中央付近にはハーシェル36と呼ばれる若くて質量の大きな星があります。その星から吹き出す強烈な紫外線と恒星風が画像に見られる幻想的な風景を作り出しています。ハーシェル36は太陽の32倍の質量があり、太陽より8倍も高温の星です。直径は太陽の9倍ほどもあります。100万歳というまだ若い星で、非常に活発に活動しています。恒星は、質量が大きいほど寿命が短くなります。質量から考えて、ハーシェル36の寿命は、あと500万年ほどと見られます。私たちの太陽の寿命があと50億年ほど残っているのと比較すると、ハーシェル36の寿命は非常に短いのです。こちらは太陽と同じくらいの質量の星の晩年の姿です。画像に映っているのはサソリ座の方向、地球から3800光年の距離にある惑星上星雲 NGC6302 です。まるで羽を広げた蝶のようにも見えます。蝶の羽は2光年以上にわたって広がっています。太陽と同じくらいの質量の星は、年老いると膨らんで、赤色巨星というタイプの星に進化します。さらに時間が経つと、星の外側のガスが、ゆっくりと周りの宇宙空間へ離れていって広がります。中心に残された星から放射される紫外線が、周りに広がったガスを電離することで輝いて見える天体が、惑星上星雲です。NGC6302 の中心の星の表面温度はおよそ20万度もあります。また、周りのガスの温度は2万度ほどと推定されています。これらは他の惑星上星雲と比べると非常に高い温度です。この画像は網状星雲
と呼ばれる超新星残骸を撮影したものです。アミ状星雲は白鳥座の方向およそ2100光年の距離にあります。質量が太陽の8倍より大きな星は一生の最後に超新星爆発と呼ばれる大爆発を起こします。超新星残骸とは超新星爆発の後に残る星雲のような天体のことです。画像に映る領域は約1万年前の超新星爆発によって生じた白鳥座ループと呼ばれる超新星残骸のごく一部です。元の星は太陽の20倍の質量がありました。こちらは天の川銀河の衛星銀河の一つ大マゼラン銀河にあるタランチュラ星雲を捉えた画像です。大マゼラン銀河は地球から約16万光年の距離にあります。タランチュラ星雲は天の川銀河の近くにある中で最大級の星形成領域です。天の川銀河にはタランチュラ星雲ほど星形成が活発な場所は知られていません。タランチュラ星雲には数千歳ほどの極初期の星から超新星爆発を起こして間もなく死ぬ運命の大質量星まで様々な星が存在しています。画像の中で最も明るく見えるあたりには巨大な若い星団 NGC2070 があります。年齢が200万歳から300万歳の星がおよそ50万個も集まった星団です。その星団の中心部には質量が太陽の100倍以上もある非常に重い星がいくつか含まれています。この画像に映っているのは地球から1万5000光年離れたところにある惑星状星雲です。明るい領域がリング状に点々と輝いていることからネックレス星雲と呼ばれています。ネックレス星雲を作り出したのは2つの星からなる連星です。連星のうちの1つの星が年老いてもう一方の星を包み込むほどにまで膨張しました。それにより自転スピードが速くなり遠心力によって星の赤道に沿ってガスのリングが広がっていきました。そのガスのリングの中で特に密度の高い部分が輝いて見えています。この画像に映っているのはオメガ星団と呼ばれる球状星団です。オメガ星団はケンタウルス座の方向約1万7000光年の距離にあります。球状星団は数万から数百万個の星々が重力によって丸い形に集まった星団です。天の川銀河には球状星団が160個ほど存在することが知られています。オメガ星団は1000万個ほどの星からできており、天の川銀河にある球状星団の中で最大のものです。星団の中心部には太陽の4万倍ほどの質量を持つブラックホールが存在すると考えられています。